今回は歌丸クリーナーの魅力を語りながらお風呂掃除をやっていきます。それではバスタブ掃除からやっていきますけれども、乾いてますのでシャワーをかけて少し濡らします。そして歌丸クリーナーをかけます。こうすることで少ない量で結構泡立ってくれますので、量の節約につながりますよね。そして使うブラシはバスボン君です。はい、普段はこのような感じでいつもお風呂掃除してるんですけれども、毎日バスタブだけはお風呂掃除しますので、こんな感じでほとんど汚れていないことの方が多いんですが、そんな時はシャワーで少し濡らしてからやった方が量の節約になりますし、汚れも頑固な汚れがついてるということはあまりありませんので、その方がいいのかなというふうに思ってやっております。結構ひどめ頑固めな汚れがついている場合は濡らさずに直接吹きかけた方が汚れ落ちはいいと思いますので、濃度の調整って言いますか、洗剤に入っている界面活性剤の濃さの調整をしながら使っていくというイメージですかね。縁もですね、特にこのコーキングですよね、ここを意識して洗ってあげた方がいいですよね。そうしないと汚れが残っているとピンク汚れが出てきますからね。でやがて黒カビが生えてくるということになりますので、できる限り洗ってあげた方がいいですよね。で、本題の歌丸クリーナーの魅力は何なのかと言いますと、中性であるというところに尽きるのかなというふうに思っております。お風呂に限った話じゃないんですが、キッチンの素材もそうですし、オーブンレンジの素材もまさにそうだと思いますし、あとトイレ、ウォシュレット部分ですよね。お風呂についてはこのバスタブもそうですし、こっちの洗い場側の素材もそうなんですけれども、取説を見ると、中性洗剤を使ってお手入れしてくださいよと、洗ってくださいよということで書かれているケースがほとんどになりました。これは技術の進化によって強い洗剤を使わなくても汚れが落ちるようになったり、汚れがつきにくくなりましたよね。それはお手入れする面では嬉しいんですが、メーカーの言う通り週に1回はここを洗ってくださいよっていうようなことがなかなかできないじゃないですか。そうなってくると頑固な汚れが現れると、頑固な汚れが現れるとアルカリ性の洗剤だったり酸性側の洗剤だったり使った方が汚れ落ちがいいんですけれども、メーカーで推奨しておりませんので、そういった点でこの中性の歌丸クリーナーは安心して使うことができますよね。お風呂掃除というと最近ですとバスタブクレンジングとかバスマジッククリーンエアジェット、こういった汚れ落ちがいいお風呂用の洗剤最近主流じゃないですか。いわゆる放置系のバスクリーナーですよね。吹きかけて少し放置してから流すだけで汚れが落ちますよと。それらの洗剤は基本弱アルカリ性なんですよ。他にもキッチンに目を向けるとキッチンマジックリンとか添加剤や合成界面活性剤が含まれていないものを使いたいということでアルカリ電解水を使われると、お掃除にそういう方もおられるのかなというふうに思いますが、キッチンマジックリンもアルカリ電解水もアルカリ性なんですよね。当然油汚れの落ちがいいんですけれども、最近のレンジフードとかでは使えないものに該当するケースが本当に多いです。トイレについてはこの間トイレ用の酸性洗剤がなぜトイレ掃除に使えないのかということで詳しくお話をしてますけれども、トイレ用でもアルカリ性のものもあるし塩素系のものもあるし酸性のものもありますけれども、トイレメーカーは基本中性のもの以外は使わないでくださいよということになっているんですよ。なので歌丸クリーナーはキッチン掃除にもトイレ掃除にも素材に対して優しいという点では安心して使えるということになるんですよね。なので歌丸クリーナーをうまく使っていくには、取説に書かれているようなお手入れ方法を継続して続けていかないといけないということになります。なのでお風呂掃除も毎日こまめにやらないといけないと、手を抜いてしまって頑固な汚れがついてしまったら落とすのが厳しくなるんですよね。そうなってくると一つの方法として、例えばこのようなちょっとザラザラして擦る力が強めのスポンジを使って洗ってあげると、例えばこういった桶に、これも同じで少し水を加えて薄めてもいいですよね。もちろん直接スプレーして擦っていってもいいんですけれども、でこうやってつけてこんな感じで、この水面のラインのところとかは結構汚れがつきやすいので、このような形で洗ってあげると、こういった縁のところにも水垢とかつきやすいですよね。こういったところにもちょっと汚れが頑固めでバスボン君のようなものだとちょっと厳しい場合はこのようにして洗ってあげると、洗剤の力を借りて落とすよりも大変な作業にはなりますけれども、中性洗剤を使ってお掃除するという条件ではこういったやり方になりますよね。で洗ったら流した、
そのように中性であることで刺激が低いというところがまず大きなメリットにつながるのかなと。その刺激の低さは人間に対してもそうですよね。お肌についた時にお肌を痛めてしまうとか痒くなったりするということもアルカリ洗剤とか酸性洗剤と比べると当然低くなりますので、そこも安心できるんですけれども、どんな素材でも安心して使うことができると。はい、今度はカランとカウンターを洗っていきます。ここも同じように少し濡らしてバケツを使って洗っていきましょうか。ちょっと水を入れまして、でシュッシュッシュッと、まあここも適当ですよね。でブラシに含ませたら磨いていく。こんな感じで全然泡立ちが豊かなんですよ。結構薄めましたけれども十分落ちてくれますからね。皮脂汚れ程度であればということですけど、他にもピンク汚れとかもブラシと一緒にこう擦ってあげることで落ちてきますよね。当然素材がツルツルしたところに限った話ですけれども、ザラザラしていたりボコボコしているようなところはなかなか大変だったりしますけれども、こういった裏側もですね意識して、手つきのスポンジでこの裏側を洗うのって結構洗い漏れがですねあるんですけれども、そんな中でこのバスボン君は非常に洗いやすいです。当然スポンジを直接手に持って洗った方がよく洗えますけれども、それがちょっと面倒に感じるようだったらバスボン君はおすすめですね。先ほどキッチンとかトイレにも歌丸クリーナー素材に安心ですよというお話をしましたが、大手メーカーでも中性タイプの専用洗剤を出しております。例えばキッチンだとキッチンマジックリン泡ジェット、これ中性なんですよ。中性なんですが汚れ落ちもいいんですよね。その理由が溶剤成分が結構入ってるんですよ。溶剤も油汚れに対して効果的ですので、界面活性剤の働きと溶剤成分の働きで油汚れを落としてくれると。どちらかというと界面活性剤は少なめですね。あとトイレ用の中性洗剤というとトイレマジックリンとかアワピタとかマネピカとかありますよね。それらの中性タイプのトイレ用の洗剤で綺麗なトイレをキープしていくためには、最低週に1回は丁寧にトイレ掃除をしていかないと難しいのかなと。週に1回でも本当はギリギリだと思いますね。目立つぐらいの黒ずみ汚れが出てきたりすることも時期とか使用頻度によってはありますし、縁裏にもですねおしっこ汚れが結構残っていると尿石化してしまうということもありますので、最低週に1回、できれば毎日とか2日に1回はやっていただいた方がいいのかなというふうに思います。今度は床掃除をやっていきます。先ほどの残りがバケツにありますのでこれを使っていきたいと思うんですが、キッチンマジックリン泡ジェットの汚れ落ちがいい理由に溶剤成分がたっぷり入っていますよという話をしましたが、油汚れも皮脂汚れと同じヌルヌル汚れですので、溶剤成分が少し入っているとより汚れ落ちが良くなるんですよね。ということでダイダイの雫、これはオレンジオイルが主成分の溶剤なんですが、液性が中性ですのでここにちょっと加えます。もう目分量で適当に加えて、中性プラス中性ですから液性は変わることなく中性になりますよね。そうしましたら洗っていきます。皮脂汚れが原因の黒ずみ汚れとか、皮脂汚れが原因の黄ばみ汚れとかも掃除してないとついたりしますよね、床に。そういった汚れに対しての洗浄力がぐんとこれで良くなります。しかも石油系の溶剤ではありませんので、そういった意味でも安心感ありますよね。天然由来の溶剤が入ったことになりますので。この間キッチン周りに飛び散った油汚れを掃除するときに、食器用洗剤のジョイと水、そしてダイダイの雫を加えて自作洗剤を作って、クロスに飛び散った油汚れとか扉に飛び散った油汚れを落としたんですけれども、とてもよく落ちました。気になる方はその時の動画を概要欄に貼っておきますのでご覧ください。ちなみに普通のバスマジックリンは中性洗剤なんですよ。でさらに溶剤成分も結構入ってまして、使われている溶剤成分がブチルカルビトールと言われる石油系の溶剤成分ですね。もちろんあまり多く入っていると特にプラスチック素材とか影響が出てしまう恐れが考えられますけれども、そこは花王ですからちゃんと考えてできるだけ濃くして入れてるということになりますけれども、ダイダイに雫を入れることによって同じような効果、もしくは入れる量が多いとそれ以上の効果があるということになりますね。
そしてバスマジックリンの主成分の界面活性剤はアルキルベタインという界面活性剤なんですよ。なんとウタマロクリーナーの主成分も同じアルキルベタインなんですよね。確か普通のバスマジックリンは界面活性剤の濃度が 6% だったと思いますので、ウタマロクリーナーよりも 1% 高いと。バスマジックリンについてはアルキルベタインだけで 6% 入ってるかというと、他の界面活性剤も入っていてトータルで 6% ということになってると思います。ウタマロクリーナーももしかすればそうなのかもしれません。どういうことかというと、家庭用品品質表示法で載せなくてもいい成分っていうのがあるんですよね。 1% 未満のものですと。例えばウタマロクリーナーでも独特の香りがあるじゃないですか。なのに香料の文言ないですよね。さらには中性洗剤ですから必ず防腐剤が入ってると思うんですが、防腐剤の文言もないと。そのあたりは定かではないんですけれども、言えることはお風呂用のバスマジックリンはウタマロクリーナーと同じような使い方ができると。キッチン掃除とかトイレ掃除にも使うことができて、さらに中性ですからそれぞれのメーカーが推奨されているお掃除の仕方をすることができるということになりますよね。はい、ではすすいでいきます。はい、ということで今回はウタマロクリーナーの魅力を語りながらお風呂掃除をやってみましたが、いかがでしたでしょうか。今回のお風呂掃除のやり方は魅力の中性というところを活かしながらお風呂掃除をするというやり方でした。なので頑固めな汚れがあった時にはスポンジやブラシを汚れ落ちがいいものに変えるということで、今回使ったのはダイソーで購入をしましたシンクの水垢汚れ落としというスポンジです。ザラザラしていますのでとても研磨力があります。ウタマロクリーナーで落としきれない水垢やザラザラ石鹸カスの汚れも一緒に落とすことができますし、頑固めなヌルヌル汚れの落ちも良くなる。もう一つの洗浄力を高める方法として、中性のままで溶剤成分の働きを加えるということで、大大の滴を少し加えるというやり方をご紹介しました。あまり加えすぎるとコスパが悪くなりますし、あまり高濃度にしてしまうと樹脂の素材に悪さをしてしまうということがあったりもします。そんな中性という縛りの中で汚れ落ちを良くするという方法をご紹介したんですけれども、液性をアルカリ側に傾けたり酸側に傾けたりして汚れ落ちを良くするという方法も当然あります。以前そのようなウタマロクリーナーの液性を酸とかアルカリ性に変えて汚れ落ちを良くしてお掃除に活用するというやり方をご紹介したことがありますので、よかったらチェックしてみてください。概要欄にリンクを載せておきます。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。